県立鞘山自然公園内に展示中の1934年当時に作られた高乱と親柱、平成の耐震工事後の停滞に作られた歩行者通路景観を楽しむ一般客で賑わう展望デッキ当期の10月下旬から3月頃までの天候の良い日には展望デッキから富士山を眺めることができる山口貯水地は鞘山湖の通称で呼ばれる埼玉県所沢市。 入間市にある1934年完成の東京都水道局水源管理事務所村山山口貯水池管理事務所が管理する人造湖である。山口貯水池は多摩川の小崎取水池及び羽村取水堰からの導水を主要な水源としているが一部金、堀沢、大沢などの天然の湧き水が流れ込む。湖の水は東村山市の東村山水上水場 武蔵野市の堺浄水場へと導かれ、東京都の上水道として供給される。埼玉県所沢市、入間市に位置しているが、東京都水道局管理のため、埼玉県の上水道としては供給されていない。北岸には、猫屋城の城石が存在する。隣接する東京都東山都市の村山貯水池も、同じ理由で作られた、人造庫。1927年完成。 東京市の人口増加に対応した水源確保のため埼玉県入間国山口村に1927年に東京市水道の第一次拡張事業第二期工事で認可され着工7年の歳月をかけ建設された貯水池は鞘山川丘漁の柳瀬川新植国を活用して作られ小落寺と縄岳は集落全体が離損した工事にあたり 村山貯水池の資材運搬と導水管工事の際に、不設し配線となった羽村横田間の、京弁鉄道の線路再不設と、横田、山口貯水池延定間の延伸工事を1928年に行い、1929年から砂利運搬に利用した。廃線跡の一部は、武蔵村山市は、野山北公園自転車道として、羽村市は、新名緑地として整備された。 第二次世界大戦中、米軍などの空襲による破壊に備えるため、1943年から1944年にかけて、羽村山口警弁鉄道を復活させ、砂利を運び、既存の円帝のかさ上げと自然石とコンクリートによる対断層が施行された。高欄や親柱はこの時点で対断層に埋められた。1995年に起きた阪神。 淡路大震災を契機とし、1998年から2002年11月にかけて堤防と取水等の補強工事が実施され、また、堤体の上流側と下流側に原付盛土を行い堤体の断面規模を大きくする耐震強化工事を実施した。耐震工事とともに周辺の整備も行われ、以前はなかった堤防の途中に設けられた、 数箇所の階段や展望デッキも新設された。耐震工事前の堤防の道の両脇には石が敷き詰められていたが、新しい堤防はそれがなくなり歩きやすくなった。新しい堤防の道は以前の堤防の雰囲気を残すためか、道と道の両脇の色が異なっている。なお、対段層を除去した際に昭和初期の甲乱や親柱が発見された。 大断層が保護の役割をしていたため、当時の面影がきれいに残っていた。湖畔は松やくぬぎの雑木林で、緑豊かな武蔵野の情景を醸し出している。春には染井吉野とツツジが作名所でもある。2万本にも及ぶ桜が開花すると、湖周辺は花見を楽しむ家族連れなどで非常に賑わう。周辺は、 埼玉県立や山自然公園となっており、その美しさは、埼玉の自然百選にも選出されている。や山が丘寮には、や山が丘寮生き物触れ合いの里と、埼玉緑の森博物館が整備され、や山が丘寮の自然について学ぶことができる。山口貯水池の円形。山口貯水池周辺の空中写真。1989年撮影の6枚を合成。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。西武狭山線、山口線、西武球場前駅下車。徒歩17分。同駅はかつて、狭山港駅と呼ばれていた。ありがとうございます。